陳益祭は台湾の政治家。台湾基進の党首を務める。祖籍は、か吉県牧師市。高雄市出身。海峡両岸関係協会の社長である陳雲林が2008年に台湾に来たとき、当時の場永久政府は警察を使って抗議者を追放しました。陳益祭は、スーパーブルーグリーンの共同ブログのコラムに次のように書いています。 現時点では完全に放棄して仲間の旅行者として民主進歩等に別れを告げることができ台湾の政治的スペクトラムで台湾の人々の方向に進んで引き離すことができます台湾の政治スペクトルの分布は根本的で強力な翼を提供しています台湾の人々の未来と未来は保障されます2011年の春彼は正式に 政治宣伝の段階に入り、金曜に、陳氏は続けて、彼の政治観を何さと台北哲学で紹介した。2012年4月27日、2012年以降の政治改革のアルキメデスポイントの発見の説教の後、組織が正式に発足しました。2013年から2014年初頭にかけて、台南コミュニティ大学で政治の点灯コースを開講し、 拠点のバックボーンを拡大することに加えて、国立ウリンカギ大学、台湾独立建国連盟、台南マサロフトカフェ、KMT の権力の継続を妨げる方法、フォーラムなど。その間、それは台湾独立建国連盟によって承認され、同盟は北の基人胸の最初のパートナーでした。2015年1月18日、 台湾寄進国家合同事務所が設立され、内務省に政治団体の設立申請をしたことが発表されました。陳益政打ち中国国民党党参国民投票、先行2015年3月30日、台湾寄進の陳益サイト台湾団結連盟、台湾独立建国連盟、東西30課同盟、高国ククレデリムは、 中国国民党と国民投票の共同署名を共同で推奨しました。台湾団結連盟は新世代の力を組み合わせて中国に対する陣営を強化することを望んで2016年に積極的に台湾寄進に接触しました。台湾団結連盟の元大統領と精神指導者である李陶輝が目撃した両陣営は正式に協力協定に調印し、 新駅祭を台湾団結連盟の最初の立法府に指名した。結局、彼は立法院に入ることに失敗しました。2020年は台湾基進不分区名簿2番目で出馬も当選ならず。ありがとうございます。